亀山温泉は、千葉県君津市にある温泉である。房総半島の奥座敷として、緑豊かな大自然に囲まれ、東京湾に注ぐ帯津川をせき止めて作られたダム湖で、ある亀山湖のあぜにある。ホテル、旅館は、亀山温泉ホテルを呼び、湖水系、佐川が存在する。日帰り入浴も、蒸気施設の日帰り受付を利用することになる。 他に温泉を利用した宿泊施設は、ペンション、亀山園及び、湖畔の宿、つばけ元がある。房総半島の中央付近に位置するため、海、山、川、平野のすべての食材が簡単に入手でき、山菜、タケノコ、カツオ、アユ、ウナギ、キノコなど四季折々の地産地消料理が各旅館で提供され、特に、しし鍋は名物となっている。 キャンプ場や湖畔公園なども整備されており、25、京巡りのサイクリングやハイキング、周辺各所にはボートハウスがあり、ボート遊び、釣りなどが楽しめる。毎年8月には、亀山湖上祭機密市民花火大会が開催され、夜の花火大会は人気のイベントとなっている。また、秋には亀山オータムフェスティバルが開催され、 亀山湖周辺のハイキング大会や遊覧ボートでの古城からの紅葉をめぐり、また1日限定で亀山ダム放流の見学会などが行われる。温泉を利用した宿泊施設の開業は1975年である。宿泊温泉 www.kazusakeameyamway.com2019 年4月9日閲覧。亀山湖 亀山ダム。www.city-kimitsu.jp。2019年4月9日閲覧。千葉県観光物産協会。亀山古城祭機密市民花火大会。丸ごと E。千葉千葉県公式観光物産サイト。2019年4月9日閲覧。亀山オータムフェスティバル。 www.city-kimitsu.jp2019 年4月9日閲覧ありがとうございます。